トリニダード歴史博物館トリニダードは、アメリカ合衆国コロラド州、ラスアニマス郡に位置する都市。ラスアニマス郡の郡と、トリニダードは、北緯37度10分15秒整形104度30分23秒、北緯37.17083度整形104.50639度、37.17083-104.50639に位置している。 アメリカ国勢調査局によると、町の総面積は1 6 3キロ平方メートルで、すべて陸地である。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人種別人口構成世帯と、家族年齢別人口構成収入と、家計、トリニダードは、地元の医者の性転換外科手術の国際的な名声のために、 世界の性転換の首都と言われている。1960年代、韓国から帰国した熟練の外科医、スタンデー・バイバー医師は、死が外科医を必要としていることを聞き、トリニダードへの移住を決めた。1969年、地元のソーシャルワーカーが、バイバー医に、その手術を依頼した。バイバー医師は、非常に少ない医者しか手術を行っていなかった当時、 名医としての評判を増した。最盛期には、バイバーは1日におおよそ4つの性転換手術を行っていた。トリニダードへの小旅行という言葉は、彼が受けるいくつかの求められる手順に対する遠曲した言葉となった。彼の外科科院は、2003年に、マルシボーワーに引き継がれた。トリニダードの性転換の使都としての評判は、その他の点では、保守的な社会の、 小さな町であるため、一部の居住者に不快感を与えている。とは言うものの、バイバーがもたらした税収は、地元の病院を経営し続けるために重要で、バイバー自身は、コミュニティの指導者として尊敬された。ありがとうございます。